こんにちは。山下秀子公認断捨離トレーナーの新井瑞恵です。私は普段埼玉県を中心に断捨離講座やお客様のご自宅にお伺いしてご一緒に断捨離をするサービスを提供しています。今回は先輩の断捨離トレーナーでもありお掃除のプロ高崎断捨離会大沢優子さんに汚れの断捨離についてお伺いしてみましたので、ぜひご覧ください。ここにねカビがすごいんですよ。あ、上がね、うん、ただねこれが今ちょっと見た感じカビだけじゃないような感じがして、カビももちろんあるとは思うんですけど、もしかするとこの表面がいくらか剥げてしまってる感じも見受けられなくはないので、前にたわしでこすったこともあるので、多分この辺はなんとなく剥げてるような感じもしますよね。そうですね。あまり強いのでガシガシこすっちゃうと、これも要するにビニールなのでビニールが剥がれてそこに汚れが入ってしまうっていうね、悪循環を起こすので、あまり強くこするのはいずれにしても良くないということですね。容器にカビ取り剤を入れてしまってハケでこうムラなく塗ってしまうという。で、柔らかめのハケの方がいいんですか？そうですね、歯磨き塗る時みたいなこうちょっと柔らかめな。そうです。動物の毛だと割と色がついちゃったり、なので割とプラスチック製のものを売っているから、それで大丈夫だと、全部塗っちゃってから、その後ブラシでこすらないでそのまんま今度はお湯か水をかけて洗い流してしまう。その後普通のお風呂の洗剤と、スポンジとかに含ませて普通に洗うと、それだけで十分だと思います。